できました。初めて遊んでました。今日は私も遊んでました。今日一人で買い物一緒一緒就活の面接そうですよね。就職説明会とかの時期ですよね多分。こんばんは、どうもじゃあ、新千歳空港行ってない。あ、でもね昨日めっちゃ空港行こうか迷ってたらタイムちゃんに出ることになったので、れいちゃんと空港の話をして終わりましたね昨日は。そうなんですよ。でも行きたいんですよね新千歳空港。でもタイムちゃんで沖縄の話をしたから沖縄にも行きたいんですよね。また旅行行きたいですね。そうなんですよ。じゃあ麦帯選手権を早速やりますね今週の競技はバレンタインハー、ああ宿題すいません宿題を忘れてました。梅沢さんから、昨日梅沢さんだったんですけど、梅沢さんからの宿題で、みゆえやりたいユニット曲ある、ちなみに私とだったら何がいい、曲が好きでやったことなくてずっとやりたいって言ってるのは僕の衝動です。配信でやった4期生ライブの時に僕の衝動、あやめちゃん率いる僕の衝動組と、あとやんちゃんだったかな、やんちゃんがセンターやってたポッピパッパッパーの2つでやってたんですけど、私はポッピパッパッパーの方だったので、僕の衝動がすごいかっこよくて憧れてて、今回もねバスラでリリアさんがやっててすごい憧れの曲ですね。梅沢さんとやるんだったら私はもうね心に決めている曲が一つありまして、忘却と美学がやりたいですずっと思ってました前にアンダーライブで楓さんとクロミと3人でやったんですけど、その振り付けがはそのライブのためにつけてもらった振り付けになったんですけど、すっごいかっこよくて、それの振りも大好きなんですけど、曲もすごく好きで、いつかやりたいですね梅沢さんとね。えすごい憧れの曲です。やりましょう梅沢さんです。でもやりたいユニット曲いっぱいありますよね。毎回いつも好きな曲が増えますねライブをするたびに。皆さんは何かありますか。いつか見たいなって嬉しい。あ、助手席ね、助手席はそう、いおきと梅沢さんと3人のユニット曲なんですけど、やりたいですねどこかで。今回はなかったからですよね。あのような存在も好き。もしも心が透明ならやりましたね今回。初めてじゃない有観客でやったのね。そんな感じです。さてじゃあと、はい、飛ばしそうになったんですけど乃木帯選手権をやりますね。乃木帯選手権はバレンタインハートを作ろうっていうものでして、ん？あ、ホワイトデーホワイトデーなんですってよ。いや違うんですけど、明日なんですけどホワイトデーになっちゃったんですけど、まあ、いろはちゃんが1ヶ月前ぐらいに一人でやってからだいぶ時が経ったんですけど、バレンタインハート、まあ、ホワイトデーのハートを作ります。紙にハートを書きまして、それをハサミで切ってカメラに見せるまでのタイムを競います。ハートの大きさは自由ですが、あまりに汚いと失格になります。最も早くハートを作れたメンバーには素敵なプレゼントが贈られますということで、梅沢さんが昨日9秒だったんですけど、さっき見たんですよ梅沢さんが切ったハート。ハートとは
言えるのか分からない後だったんですけど、でもさっきマネージャーさんがあの挑戦してすごい綺麗なハートを10秒ぐらいだったんですよ、急いで。だから私は9秒を切り、さらに上手なハートを作れるように頑張ろうと思います。何色にしよう、薄ピンクにしよう。よいしょ。さあこのキットを用意していきますよ。用意スタート。あ、しくったな、多分ハートの描き方をしくったな。はいなんかこじゃれたハート描いちゃったあらららら、負けた10秒でした。え、でも綺麗さでは私が多分勝ったからなんかこじゃれたとか言っちゃった。かわいい、素敵だって本当。ああ負けちゃったんですけど、まあまあまあ仕方ない。まあ、10秒前後が多分相場なんでしょうね。じゃん、10秒でした。ということでもう優勝はできませんが、まあまあ素敵なハートを切れたので満足です。イチョウみたいイチョウじゃないですよ。ということでバスラがありましたね。バスラの話をしますか。ちょっとさっきもしちゃったんですけど、バースデーライブ皆さん見てくれましたか。よく頑張ってました。頑張りましたよあ、配信で見てくれました。そう、ありがとうございます。今回はまあ4日間ありまして、あの全部セトリが違いましたね。毎日毎日なんだ年代順の感じでやったんですけど、あそう MC やったんですよ私。3日目かな、4期生のブロックのところの後にやったんですけどね。あそう、ゆかってやりましたね林と。そうなんですよ、しょうもない話をしますと、林とゆかってをやるってなって、まあライブ前、今回のバスライブ前って毎日リハをみんなでしてて、だからなんか髪の毛を染めに行くタイミングが見つからなくて、それで どうしようって思って、結構ギリギリだったのかなに、まあ、美容院って髪を染めたんですね。そしたら思ったより暗くなっちゃって、でも林って髪暗いじゃないですか。だから林より茶色でありたかったんですね、髪の毛の色が謎のこだわりで私の。だからすっごい暗かったんですよ、真っ黒で。もうメンバーにもびっくりされちゃうぐらい、あ髪暗くしたねって言われるぐらい暗かったから、前日リハの時からかな、メイクさんに聞いたんですけど、シャンプーを放置、シャンプーを泡立った状態で放置すると色がめっちゃ抜けるんですって。だから多分40分ぐらいシャンプーを毎日してそれで2日目に床当てやったんですけど、2日目までにどうにかして髪を茶色くしようと頑張ったんですけど、あんまりなんなかった。多分同じぐらいの暗さでしたよねそう、髪の毛はもう傷んでるんで別にいいやと思ってそうずっとシャンプーしてました。でもちゃんとそれで落ちて、だからなんて言うんだろう、トータルで見たら今異常な速さで茶色くなってるんですけど、でも一番茶色くなってほしかった2日目には間に合わなかったんですけどそう、でも毎日ゆなちゃんとかやこぶちゃんとかに昨日より茶色くなったくないって言って、本当だねって言ってもらってそんなことをしてましたね。
ゆかての衣装好き、私も好き、そんな感じでした。あと何したっけ、私4日目がねすごい忙しかったんですよ、ありがたいことに。4日目のアンダー曲とユニットのブロックが早着替えが続けて 2,3 回ぐらいあって、ユニット出て、もしも心が透明なら出て、早着替えして命の冒涜出て、早着替えして悪い成分と思い出が止まらなくなる出てみたいな感じで、出たり吐けたり出たり吐けたりをいっぱいやってて、すごいね、一番まあ最近のゾーンじゃないですか4日目って。だからそこで折り面の曲がいっぱいセトリに入っていたから、すごいありがたいことにいっぱい出たんですけど、楽しかったですね。そう、すごい嬉しかったのが、あの命の冒涜を、あの千葉県ユニットなんですけど、みんな歌うまいんですよ、千葉県民。私はちょっと置いといて、あのみんな歌うまいじゃないですか、ゆなちゃんとかもね、本当に。で私リハの時に自分の歌わりの歌詞が飛んで、えって顔しちゃって、すごいモニター覗き込んじゃって、すごい焦ったんですよ。だから本番までにもう絶対飛ばないようにと思って何回も何回も確認したんですけど、したら終わった後にあのマネージャーさんがなんか、まあ、ちょっと歌うもいいんだねっていうテンションで言ってくれたのがすっごい嬉しくて、私初めて身内にそんなこと言われたからもう感動しちゃいましたすごい嬉しかった。まあ、あの曲めっちゃいいですよね、 D メロラスサビ前のゆなちゃんの歌あれが私大好きだった、大好きだった、大好き、ずっとあの ING で大好き。そうなんですよ、そう嬉しかったね。あとサビコン今回れいちゃんがやって見れなかったんですよ、早着替えしてたから、いなかったから私。でもリハの時れいちゃんがサビコンやってる時にサビコンって AB メロ真後ろ向いてることが多いんですよ、真ん中の人って。それを後ろからこうやって見てて、したらずっとニコニコしてたのがすっごい可愛くて、あの曲ってやっぱりすごいいいなって、歌詞が大好きだなって改めて思いましたね。ねえ、あと何か皆さん印象残ってるのありますか？りーちゃん可愛かったあ、そう、踏んでしまったもやったんですよね。そう、やりました。あ、アナザーゴースト私めっちゃ大好きでした。あの今回は振りをあのアスカさんが卒業コンサートの時にアナザーゴーストやってたんですけど、そのアスカさんが踊ってた振りの一部と、あと今回用に振り付けた振りをコラボレーションみたいな感じで、あのダンサーさんが考えてくださったんですけど、私はあの振りが大好きすぎて、あの私今までやったライブでなんていうんだろう、そのライブのためだけに作ってもらう振り付けっていうのが割とアンダーライブとかだと多いんですけど、すごい大好きな振りが何個かあって、まあ覚えてなくても勝手に自己満で話すんですけど、今からあの29枚目にやった不眠症の振り付けもすごく好きだったし、あと28枚目にやったアナザーゴーストのたまみさんとマーヤさんとやんちゃんかなと一緒にやった振りも大好きだったし、あとは33枚目かな、あれはにやった、あのさっきも話したんですけどクロミとカエデさんとやった忘却と美学もすごく好きだったしっていう感じで何個もあるんですけど、それのラインナップに加わりました今回のアナザーゴーストがすっごい好きでした。あやめちゃんがねセンターっていうのもすごくいいですね。あやめちゃんとあーやとれんかさんの最年少の3人が真ん中でやってたんですけど、すっごい好きでしたね。そうなんですよ、2日目ですよね、あれも。うん、あ、傾斜する、確かに傾斜するやった。あの振りめっちゃ難しいんですよ、
あの感想の振りがね、なんて言うんだろう、カウントじゃ数えられない、なんかチャンチャランチャ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 ランチャンチャンの、あのリズムで覚えなきゃいけなくて、すっごい苦戦しました。 でも嬉しかったですね、制服着てみんなでできて。あと何かあったかな、もうなんか全部一気に終わったから、全部なんかもうはっ、ってなりかけてる、怖い怖い。 でも明日からですよね、確か配信。そうですよね、明日からリピート配信あるので、また思い出そうと思います。まあ、それは楽しかったですか？よかったです、それは。私も楽しかった。確かに。あとね、私が好きだったのはいっぱいあったけど よかった、嬉しい。あ、ほかほじもありました。ほかほじのテレパンの顔面のもう強すぎて、なんかすごかったですね、本当にお人形さんだった。めっちゃ似合ってた、あの曲にも似合ってたし、あの演出、あのファーっていう演出にもすっごい似合ってて大好きだったけど、本人に伝えられなかった、恥ずかしくて いいな、めっちゃ似合うなって思いながら、見てました、見てました。私も参加してましたけどね すごい好きだった、あれね、あれやばかったよね。あと個人的にハルジオンはもうモニターで見てて泣けましたね、うるうるしちゃいましたね、感動でした、あれはすごい素敵でねえ、エモかったって すごい梅澤さんがすごいさ、目に涙がうるうるってしてて、キラキラしててすごい、あれは感動的でしたね。ハルジオンは泣いたっていっぱい言ってる、皆さんも一緒だ、仲間ですね ねえ、あの衣装めっちゃ可愛いですよね。あ、とっさ、林が言ってましたね、とっさすごい似合ってた、あの衣装をすごい着たいっていうヤクボちゃんがずっと横で言ってて、ずっとね衣装を眺めてました。あのラック、衣装の着替え部屋のラックがお隣なんですけど、林、松尾、ヤクボって名前順なんで、いいなーいいなーって横で ずっと言ってた。あの衣装着れたの嬉しかったですね。確かに懐かしい衣装が多かったかもしれない今回は。あ、シーグラのたまみさんがめっちゃ可愛すぎてしんどかったです 本当に可愛すぎて、すっごいなんかリハの時に、着リハ着てリハした時にもうたまみさんから「この衣装可愛いよね」って言ってきたんですけど、そのたまみさんが可愛すぎて結構しんどかった、本当に可愛すぎて。すごいあの衣装可愛かった もう直視できない。たまみさんって本当に可愛い、モニターで見ててすっごい吸い込まれそうになっちゃう、似合ってましたね、あの衣装すごい可愛いですよね。ねえ、何したっけな、何してたっけ、私何してましたか あ、私あれなんですよ、そうダンスインスト、ダンスインター、わかんないけど、毎日どっかしらであったんですよ、ダンスでつなぐところ。多分1日目がセカラバーの前、2日目がアナザーゴーストの前で、3日目がルートの前、4日目が踏んでしまったとアクチュアリーの間、あ
ったんですけど全部いたんですよ私。知ってましたか？全部いました。全部踊ってたんですよ実は。多分まゆたんもそうなんですよね。なんか私たち毎回いるねって2人で言いながら他にもいたのかな、他にもいそうだな。でもあんまり全部いる人多分いないから、すごいいっぱいいるね私たちって言いながら一緒に頑張りました。2日目3日目、ルートの前のダンスインストインターがすごい好きでした。なんかズンチャカズンチャカしてて楽しかった。トゥーマイすごい私好きだから嬉しかった。私ミリアさんの立ち位置に入ったのが初めてで、トゥーマイでずっとなんだろう、ミリアさんの立ち位置に入れる日来るかなって思ってたんですよ。したら初めてドゥーマイ今回入れてすごい嬉しかったです。いっぱいやりましたね。でもなんかいろんな曲の懐かしい衣装とかを今回はたくさん着たので、みんな多分裏でバタバタでしたね。よかったねだってありがとう。うーん、あといっぱい走りましたね。なんだっけあれで17分間でお立ち台行ったんですけど、すんごい走りました。皆さんの近くにもメンバー来ましたか？4階に行ったんですけどどうでした？来ました？メンバー。なんかね近すぎてびっくりしたなんかほぼ一周みんなあれ4階の外を走ってたんですけど、私2日目のアンコールと4日目の17分間の時にお立ち台に行ったんですけど、2日目の時にあのミーキュンかなが多分一番遠くて、私がその次に遠くて、でも帰る時は一緒に走るんですけど、ミーキュンがもうすごい疲れちゃってて、私はスタッフさんとミーキュンを抜かすかけっこを一人でして楽しんでましたすごいね、あーって言いながらなんでって言ってたずっと楽しかったね、かけっこも。そう、体力ある方なのかな全く見えなかった？全く見えなかったか。どこにいたんですか？いや、みんな走ってましたよ、ずっと4日間。でも一番面白かったのがこれ45分までですか私そんな喋ってたあの本番終わった後にまあリハをするんですよ、夜遅くまで。でその時間ってまあなんていうんだ、自分のリハがない人は結構椅子とかで休んでたりとかするメンバーもいれば、モニター見てるメンバーもいるし、自主練してるメンバーもいたんですけど、なんかみんな疲れが回りすぎて一周回ってすごいハイテンションになってる人が何人かいたんですけど、すごいね面白かったのがね、さくちゃんですね。すっごい面白かったんですよ。珍しく向こうから話しかけてきてなんか多分すごいもうね、すごいキャパオーバーだったのかな、さくちゃんも分かんないけど、すっごいハイテンションですごい面白かったんですよ。さくちゃんの腕が長いねっていう話をずっとしてたんですけど、なんかあのいつもカメラを回してくれてるスタッフさんがいるんですけど、多分ね撮ってくれてるからね、いつかどこかであの映像届くといいな、皆さんにもすごい面白かったからそうなんですよ。あとクロミとかもすごいテンション高くなっちゃって、人の腕をいつも以上にぶん回してきたり
してましたね。あとリカちゃんは疲れるとすごいいろんな人にギューしてたっぽいんですけど、私ちょっとそういうのね、NG なんでダメだよってやめてって付き合わせたんですよ。したら今日初めてやめてって なんだっけ、今日初めて拒否されたって言われて、それでなんかふんって言って、多分トミさんの方、トミサとナオちゃん、トミさんの方に行ってほらね、嫌がらないよみんなはって言われた。そう、そう、私はちょっとダメだよって言ったんですけど、だいたいね、トミさんと私身長同じぐらいだからかな、すごいトミさんにいっぱいギューしてました、リカちゃんはみんな面白かったですね、すごいテンション高くて。あとはね、終わった後に、まあ、みんな疲れてるしいっぱい動いたからって言って、ちょっと軽食とかもあったんですけど、それと写真撮ってましたね、ヤコブちゃんと林が。それが面白かった、嬉しすぎて2人が写真撮ってた。じゃあね、次回のメンバーに宿題を書いておこうと思うんですけど、次回のメンバー A で今回は書きますね。よいしょ、何にしようかな。でもまあ、何にします、宿題。次、じゃあまだやったことない演出でやりたいことはありますか？私は飛びたいですって書いて、ずっと言ってるんですけど、どうやって書いたら分かるかな。あ、ちょっとなんか絶対ダメな絵描いちゃった。下手すぎてこんなの世に出しちゃえばいけない。どうやって書いたら分かる。え、これダメかな、これダメかもしれない、やばい、時間がないこんな絵で立ち止まってる場合ではない。はい、まだやったことない演出、やってみたい演出ありますか？私は飛びたいです。はい、ワイヤーで吊るされるやつですね。藤吉かりんちゃんが前やっててすごいかっこよかったです、桜坂さんのライブで。ということで、もう終わるらしいあの猫舌ショールームが今日から3人体制になる、久しぶりに見たなんで、皆さん見に行ってくださいこのあと、今日水曜日だからこのあとなのかな、ぜひこのまんまショールームを開いといてください。ということで、あと15秒ぐらいです。ありがとうございました。じゃあね、お疲れ様でしたなんかいっぱい話しちゃった、楽しかったといいなじゃあさようなら、バイバーイ。じゃあねー